鴨池にやってきました。なんとですね、今日ジュビロのキャンプを取材に来たんですが、見てください、鍵が閉まってます。練習がオフになってしまいました。今日ですね、東京からですね来るとき、午前中は練習あったみたいで、本来は午後も練習があったみたいなんですね。急遽キャンセルになってしまったと。残念なことに練習を見ることができなかったんです。これね、 J リーグのキャンプに来るとあるあるなんです。僕は何度もこれ経験してます。ここはですね、 J リーグね、少し考えてもらいたいな。やっぱりね、取材人の立場としてはですね、期待してきてるとにもかかわらず見れないと、これは非常にがっかりしますから、これはちょっと改善の余地あるかなと思います。ジュビロが悪いわけじゃないですけどね、この辺はちょっと、まあ、我々にもちょっと問題はあると思いますけど、これは改善の余地があるかなと思いますけども、まあそうは言ってもですね、実はキャンプを見てですね、今シーズンのジュビロどんな感じかなっていうのをちょっと見たかったんですが、ちょっと見れないんですけれども、僕がちょっと今シーズンね、ジュビロに期待していること、それはですね、なんといっても遠藤、この遠藤がですね、あの期限付き移籍をですね延長したということですね。昨シーズン、シーズンの途中から入ってですね、チームとしては非常に上向きになったと。だから今シーズンもですね、遠藤が入ったことによって、その辺はチームとしてはしっかりと戦えるのかなというふうに思います。ただ2位までに入らなきゃいけないですから、そのためにはゴールを取らなきゃいけないんですね。ゴールを取るためには前の選手が必要です。ここには僕は小川航基、昨シーズン思ったような仕事はできなかったかもしれない、ただ持ってるポテンシャルは高いんです。彼がやっぱ爆発することによって、遠藤がゲームをコントロールしてラストパスを出し、そしてゲームを決めていく、こういう流れができればですね、ジュビロも確実に2位までには僕は入れるのかなというふうに思いますね。そうは言ってもですね、何度も言いますよ、そうは言ってもなかなかチームっていうのはね、うまくいかないです、そういう選手だけでは。でジュビロの今シーズンの一番のニュースは、もしかすると中山雅史の復帰ですね。コーチとして復帰してきましたけれども、やっぱチームが苦しい時に彼のやっぱ明るさ、苦しい時にチームを明るくしてくれたり前向きにしてくれるっていうのは、彼はものすごくパワーを持ってます。選手ではないですけれども、コーチとしてそういう仕事は彼が期待されてるのかなというふうに思います。もう本当にジュビロに関して言うと見どころがたくさんあるチームになったなというふうに思います。でこの後ですね、あの注目選手に2人にですねインタビューをしますから、ぜひともご覧ください。まあ、毎日が必死ですよ必死？もう必死ですよ、ついていくことにも必死ですし、うん、逆にそのなんて言うんでしょう、もう若いやつには負けたくないっていうところももちろんありますし、うんうん、今20ゴール取るっていうふうに言って、うん、全然届かなかったので、うん、まあ、今年はもう一度挑戦したいなってところはありますけど、